はい、山ヶ原木地さんの日帰り登山装備の紹介です。ポールはこの I 型の、はい、ポール2本にペットボトル、お出かけウェットティッシュ、そして薄いパーカー、薄いパーカー、手袋と、あ、フリースの手袋、フリースの手袋、あ、そろそろ秋ですもんね。濡れティッシュ、はい、それからお財布、はい、いろいろセット、テープとかカイロとか、はい、ライターとかナイフ、ボールペン、リップクリーム、それから養生用テープ、はい、それからレインのズボン、はい、レインのズボンと上着、はい、これどこのメーカーのですか、はい、これはパタゴニアだったかな、両方ともパタゴニア、いや、これはのウェアの違うドローナー、はい、なのでバラバラだ。お菓子、山のようなお菓子本当に山のようなお菓子ですねこんなに持ってきたんですかびっくりした。虫よけスプレー、はい、虫の網、あ、帽子にかぶせるやつですか、はい、日焼け止め、はい、マスク、はい、リップクリーム、はい、そしてライト、なるほど、これぐらいかな、あとはヘッドライトの代わりにこれ、そう、今日はそんなよ暗くはならないだろうと思って、でも一応何かの時に、はい、あとはペットボトルホルダーとか、あ、これペットボトルのホルダーですね、あとは何かの時のための袋とか、はい、ビニール袋とか、はい、を入れてます。なるほど。ちなみにザックってこれどこのメーカーのですか、ね、これはこう、今日はコールコールマン、はい、あ、コールマンの30リットルの、はい、30リットル、はい、そうです、あ、ありがとうございます、はい、そんな感じです。